Chris the Philippines and welcome to my channel! みなさん、こんにちは。私のチャンネルにようこそ。私はフィリピン、クリスです。I am back once again for another reaction video. But before that, I would like to greet you all. Happy holidays to everyone! So for today's video, I am watching Mr. Shimura Ken as an old woman cleaning staff.This video was suggested by this viewer. Thank you so much for your wonderful suggestion. では早速始めましょう。ああ、朝はすがすがしいな。よし、みんなが来る前に一仕事片付けちまうか。しゃ。おはようございます。私はビルの掃除の係でここに派遣されたものでございます。ああ、お掃除の方ですか。今日初めてのものによろしくお願い申し上げます。ご苦労様です。よろしく申し上げますで課長さんでございますか。どうもよろしくお願い申し上げますで課長さん、ずいぶんはようございますね。ほら、朝は電話もかかってこないしね。静かだから、仕事がはかどるもんだから。朝は仕事がはかどるでございますか。さすがでございますね。課長になる方はやっぱりやることが違うございますね。そうですか。やっぱり出世なさる方はやることも考えることも全く違うございますね。私もね、せがれがいるんですけどもね、まずまあ出世が遅いですよ。給料上がらないしね。うちのせがれは容量が悪いっていうですか、あとまた人がいいっていうですかね、人を蹴落としてまで俺が出世するんだとかそういう気持ちはないですからね。おばあちゃん、それはなんか俺に当てつけに言ってるわけ。それは、いや課長さんはこんな早くから仕事なさって、そりゃそりゃ立派な方でございます。それに引き換え私のせがれなんざ、まあ出世が遅い、やれ給料が上がねえと、もう愚痴ばっかり言ってね。ただね、人がええですよ。人を蹴落として俺が出世してやるんだとかそういう気持ちが毛頭ないですからね。だからさ、それは俺当てつけに言ってるわけ。いや、とんでも課長さんは立派な方でございます。みんなわかりますでございますからね。お掃除しに来たんでしょ。そうでございます。じゃあ始めてください。わかりました。邪魔しちゃいけないですからね。そうでございますか。私このビルをね、来たのはね10軒目なんですよ。前の会社はみんな、あんたは邪魔だってね、クビになったでございます。生活の方はね、年金でなんとかやっていけるですけどもね、なぜほら孫にね、おもちゃの一つも買ってやりたいなと思いましてね。そのためにね、孫はまた可愛いもんで、おばあちゃんゲームが欲しい、今度はこのゲームが欲しいなってなこと言うもんでね。おばあちゃんさ、私ひとみと申します。ひーちゃんって呼んでもらえれば結構でございますから。なんとでも呼ぶけど、さっきも言った通り、ほら朝だからね、仕事がはかどる。朝は気持ちよくてはかどりましたね、仕事が。そのために僕は来て仕事してるから静かにしてもらえるかな。私邪魔でしゃべりすぎです。申し訳ないことでございますで、私は掃除をしに来たでございますからね。掃除をしなきゃいけない、お仕事の邪魔しちゃいけない、掃除だ掃除だ。一口にそうと言いましても、非常にこれが大変なことでございましてね。まずその燃えるゴミと燃えないゴミを分けなきゃいけない、これが最低社会人の常識だなんてなことを言いましてね。これははっきり言って燃えないゴミだ。これはもうすぐ、もう一秒後ですぐもう燃えちゃいますからね。これも燃えてしまうな。おっとっとっと出たな。これが燃えないゴミでございます。
おばあちゃんさ、ひいちゃんって、ひいちゃんさ、その燃えるゴミ燃えないゴミはいいんだけど、いちいち言葉にしねえでくれるかな。ね、年寄りは何するでも口出さねえとできない。それわかるんだけど、ほら僕はほら仕事はかどんないから、そのために朝早く来てるわけだから。私うるさいでございますか。そう年寄りは一人だとね寂しいもんだから、ついつい喋っちゃうでございます。じゃあ声出さなきゃいい。そう、ね。声出さないのもいいんだけど、掃除になってないでしょ、それじゃ。いや、最初はまず鼻から分けといて、それを今度一緒に捨てるですから。はあ、それはいいんだけど、あんまりこう目立たないじゃん。静かにした方がいい。おいしゅうございますね。課長さん、はい、こんな部屋に男と女が二人きりで、なんか妙な気持ちにはなりませんか。全然ならないよ。全然ならない。あ、そうですか。こういうのをオフィスラブというのよ。言わねえよ。全然言わない。そんなこと起こりえない。私ね、じいさんが死んでから30年なんですよ。だから何もこんとこ音立たなくてね。それは、いや、それは俺に関係ないことでしょ。でもね、課長さん、女というものは骨になるまで男が欲しいもんで。いや、お前は関係ないよ。そば言わないでよ。これ使ってもか使わねえよ。こっちは痛いかもしれないから。これじゃ水分がなくなっちゃう。いや、そうじゃなくて、気持ち悪いっていうのは掃除しちゃってよ、早く。ああ、申し訳ございません。今すぐしちゃいますから、掃除を。あ、ちょっと、なんすか。お茶入れましょうか。あ、それはいいね。ね、ちょっと入れてもらおうかな。お茶入れましょう。今ね、朝はやっぱりお茶飲んで目覚まさなきゃ。お茶飲んだ。お茶っぱございませんね。どうしたんだよ。あ、そうだ。少し残ってます。少し残ってます。何してんのよ、掃除しなきゃいけない。今すぐお茶入れますから、申し訳ございません。今すぐお茶入れますから。はい、はい、これはこっちでね。私はいつも朝ちゃんとお茶入れてでございますから、今すぐお茶入れますからね。熱いよ。全部こぼれちゃってるよ。お湯が出ないですけど。出てるよ。あちゃちょっと、まあ、こぼれ、これ壊れてんじゃない。壊れてないよ、これ逆なんだ。ほらこっちに出んだよ、こうやって。うちのと反対だから。いや、みんなどこでも同じだよ。うちのはこっち側で出るだから。置き方によって違うんだよ。違うんですか。何してんのよ、これびしょびしょして。書いといてもらわないといけない。これ今すぐそこにしてんの。これ大事な書類なのに。あ、申し訳ねえことでございますね。あれ。あんた拭いてよ。はい、申し訳ございません。今すぐやりますから。本当に仕事の邪魔ばっかりしてまして、どうもすいませんね。ああ、こんな濡れちゃってじゃないですか。あ、すいませんことでございます。何消しちゃうんだよ。今電話してたんだから。電話中ですか。今申し訳、今拭かないと。なんで濡れてるの。これ拭くんだよ。申し訳ございません。本当に今すぐやりますから。もういいから。ここで絞んなよ。どこで絞ればいいの。どっかあっちにあるだろう。申し訳ございません。私邪魔してますか。静かにはかどんないから。言ってるでしょ、さっきから。申し訳ございません。邪魔ばっかりしちゃって。静かにしてるべや。ずいぶん難しいお仕事のようでございますね。いい、まあね。それこっちに片付けて、こっちに置いこうかと思いまして。こっち片付けてって切れちゃってんじゃねえかよ。あらららららららじゃなくて、今どれ、これつなげますから。つながんないよ。何すんのよ。今やっとせっかく仕上げたやつなのに。申し訳ございません。もう一回一から出直すということで。私がやるんだから。何やってんのよ、もう。すいません。いじんないで、もうそういうとこの。はい、いじんないで。はい、たく
課長さん、課長さん。何ですか今度は。ごめんね。いいよ。課長さん。何ですか今度は。あの私ね、3時半に起きてからまだ飯食ってねえだけど、朝飯食ってもよろしゅうございますかね。それ構いませんよ、どうぞ。ああ、そうですか。課長さんは朝飯は食ったんでございますか。はい、食べましたよ。ああ、そうですか。奥さんがちゃんと作ってくれてございますか。おかげさまでね。ああ、そりゃいい嫁さんでございますね。朝から何食ったでございますか。いいじゃないですか、お前、人のことは。食べればいいでしょ。あそこでパン買ってきたですよね。やっぱりウイスさんだ、ウイスさんだ。喉が、喉が。牛乳を飲まねえと、牛乳を飲まねえと。ああ、何してんの。あれ、まあ元気だこと。何してんのよ、もう。今牛乳を飲もうと思ったんだけど。人に飛ばすことないでしょうよ。やめなさいってのあのね、早くとっとと掃除して帰ってよ。はい、今です、やります、早速やりますから。申し訳ございません、今やります。のために早く来たんだから、全然上がらないよ。たく、これ機械がなかなか難しいございますよね、これ。Masashi Toshiro. These two guys, I've seen them many times. I've reacted to many Kenshimura videos. Every time I watch their videos, it always makes me laugh. That's how funny they are. It always gives me happy mood. Anyway, thank you so much guys for watching with me. I'll see you very soon.